式の時にもちょっと超えていけという歌わせてもらって、で、まあ、2年前の卒業式もその一番最初にあの超えていけを歌ってくれた合唱コンクールで歌ってくれた3年生に今度は逆に僕がプレゼントしようと思いまして超えていけを式辞の中で歌わせて最後に歌わせてもらい式辞の最後で歌わせてもらいました。これがワンフレーズだけだったんですけどワンフレーズだけ超えてゆけっていうところのワンフレーズをしっかり歌ったら子供たちがびっくりしてで校長先生が超えてゆけ歌うよって言ってでその時に僕も緊張してアカペラで歌ったもんですから、まあ、3年生がアカペラで歌ってくれたから僕もアカペラで歌えてあげようと思ってちょっともげてしまってで、まあ、まあ来賓の方からもうもげとったねって言われたりでも3年生たちはもげとったけどよかったよって言って保護者の方もそう言っていただいてもうとてもこう嬉しくてで今年卒業した3年生もその集会の時とかにも「超えてゆけ」を一生懸命歌ってくれてたの で今年はコロナの関係でその来賓もいない保護者と先生だけという中でさて3年生だけ1年生もいない状態でしたのででも本当に何かしてあげれないかなと思ってで3年生に向けて去年と同じようにちょっと「超えてゆけ」を歌うんだけど去年もげてしまったから今年はピアノの先生ちょっとピアノしてって言ったら喜んでピアノ音楽の先生がピアノしてくださって伴奏つけてくださってで伴奏つけてでワンフレーズだけ歌って終わりではちょっとつまらないのでその式辞の最後で僕がワンフレーズ一小節歌うからその後学校の先生全員であと全部歌ってほしいって言ったら先生方もすごく乗り気になって在校生もいないので1年生もらうので僕たちが代わりに超えてゆけを歌いますということ で今年の卒業式は僕が最初式辞の最後にワンフレーズ超えてゆけっていうのを歌った後先生がバッと立ってものすごい大きい声で歌ってくださったんです。それを聞いてこう3年生がねもう泣き出す生徒がたくさんいて、うん、よかったなと思いながら今でも思い出したらグッとくるんですけど、でその先生たちも1ヶ月ぐらい前から練習しててもう本当放課後残ってあやるでって言って体育館で練習してでそのやっぱりね一生懸命取り上げた取り組みっていうのがすごく3年生にこう気持ちが伝わって本当よかったと思います。